はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと大きい商品をね、ご紹介したいと思うんですけれども、ちょっとね、いつもの紹介だと全然画面に入りきらないんでね、この方をお呼びしました。どうぞ。はい、ということでね、開封しましたけれども、はい、段ボールの中はね、こういう風になってますね。もう箱がもう段ボールなんですね、これね、で、一応なんかこういう感じでありますね。なんか説明書みたいなのがついていて、で、ここに本体が入ってるみたいですね。ちょっとね、一回サクッと出してみますね。はい、中からね、出したらこういう感じが入ってますね。いや、めっちゃでかい、これは。やばいわ、オフのでかさ。金消しっていう、あれだけどね、金消しの領域超えてるよ、これ。消しゴムでできてんのかな。まあ、実際ね、ちょっとじゃあ、もろに出してみましょうか。いくぞ。車輪か。はい、ということでね、すっごいでかいですね。もうめちゃくちゃ王神尾さんとね、比べてどうですかね。もう大きさが分かったんじゃないですかね。いや、もうほんとね、もうすっごいわこれ。金消しっていうくらい、もうね、もうなんだろう、もういつにもふんぞり返ってるよね、もうね、赤間将軍が。いや、すげえこれ。いやー、すごいな。重いっつうかね、めっちゃ重い。金消し何個分だろうなこれ。いやー、すごいなこれ。いや、半端ないわ。重い。金消し何個分ですか、これ。いや、すっげえ。いや、めっちゃできいいわ。敵っていうのは、金消しというあれ概念でね、やったら、いや、すごいできいいよね。いや、これはすごい。いや、これ以外にもね、筋肉マンはあるんですけれどもね、
筋肉マンの方は買わなかったんですけど、悪魔将軍が好きなんでね、悪魔将軍は買おうと思ってたんでね、こういう感じでね、ちょっとね、飾るところもねお見せしましょうかね。はい、はい、飾り終えましたね。どこに飾ったかっていうのはね、ちょっと引いていきますけれども、はい、この下に、はい、悪魔将軍のね、前回も結構前にね、撮りました、マスキュラーコレクションのね、悪魔将軍ダイヤモンド入り、こちらをね飾ったんですけど、それの上に飾ろうとね最初から思ってたんでね、はい、こういう形で、でかい、めちゃくちゃでかい、やばいぐらいでかい、いやすげえでかいなこれ、うわすっげえな。金消しがあればちょっと比較したいんですけど、金消しがないんだよな。これを機会にちょっとね、悪魔将軍のカラー版ちょっと買おうかな。もうガチャガチャで出てないもんな。いやーすごいな。それかこれ地震が来たらアウトだけどな、この飾り方地震が来たらパーンって落ちて一気に急降下しそうだけどね。いやーすごい。はい、ということでね、今回はねこういう感じで、悪魔将軍の金消しのねデカ消しということでね、ご紹介させていただきました。この他にもね、随時ねフィギュア紹介していきますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またねいいねを押していただけると、大変ね励みになりますので、どうぞ押していただければと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。